強い冬型の気圧配置の影響で、東北や北陸は強い風が吹き、海は大しけの状態が続いていて高波に警戒が必要です。北日本か、関東甲信湖の山沿いでは、夕方にかけて雷雨になるところがある見込みで、気象庁は、による交通影響や、雪崩に十分注意する、呼びかけています。気象庁により、強い冬型の気圧配置が続き、上空に、異寒気が流れ込んでいる影響で、東北や、陸では風が強く、海は大しけの状態が続いています。また、北日本から関東湖、かけての山沿いを中心に、多いとこ、で、この24時間に70センチ前後の雪が、る大雪となっています。午前6時の、雪、福島県日野木駅村で1メートル52、群馬県みなかみ町藤原野で1メートル、28センチ、新潟県津南町で1メートル、6センチと、各地で平年の 1.5 倍から、倍前後に達しています。冬型の気圧、続くため28日夕方にかけて大雪に、る見込みで、29日朝までに降る雪の量、いずれも山沿いの多いところで、北海道、東北、関東甲信で40センチ、新潟県で、0センチと予想されています。また、東北や北陸の海上では、昼前にかって予される波の高さが6メートルと勝る、気が、く見込みです。気象庁は、高波に警戒とともに、雪による交通影響や雪崩